練習よりも寮生活とかそういう方が厳しいんじゃないですか。どんな風に厳しかったんですか。言えないやっぱり社会人に行っておけばよかったなとかは思わなかったですか。練習寮で言えばやっぱり社会人の方が良かったなと思います。朝から晩までっていう、はい、9時半から始まって夜の10時ぐらいまでやってたので、もう高校とか比較にならないぐらい練習してたので、うわさすがプロだなっていうか、うわプロは厳しいなって思いましたね。広岡さんってすごい厳しい方ではあったんですけど、その野球の基本をすごく大事にされる方であったりとか、今では分かるんですけど食べるものがで体ができるっていうことをしっかり理解されて、寮では玄米豆乳っていうのですね、はい、僕も初めて玄米食べたんですけど、はい、だからあんまり怪我人が当時すごい練習をしてたんですけど少なかったんじゃないかなっていうのは記憶にあります。福留さんは社会人に進まれてこの仕事と野球の両立難しいと思うんですけど、僕が言ったね日本生命っていうのはもうどちらかというとちょっとプロに近いような、シーズン中はある程度もうほぼ練習なので野球に専念させてもらえる形だったので、オフシーズンになったら朝9時から出社なので満員電車に揺られて会社行って5時までちゃんと仕事をして、で後の夕方から夜の時間で自分たちトレーニングをしてくださいっていう。福留さんどんな仕事をされてたんですか。僕ですか、はい、コピー取りに行ったりしてました。コピー取りに行くだけじゃないですよね。そうそう、コピーを頼まれて取りに行ってそれを持って行ってホッチキスで止める係です。あとはパートの方々と楽しくお話、はい、場を盛り上げるっていうのが僕の仕事。場を盛り上げる。社会人進まれてやっぱプロ行っとけばよかったなとは思わなかったです。全然思わなかったです。あ、それはなかったですか。うん、まあ社会人経験したから長くできたかなっていうのはね。なおそのまま高校生からプロ行ってたらまあどうだったんだろうとは思いますね。PL 学園時代はなんかどうでした。練習の厳しさとか。練習が厳しい、まあ、PL 学園時代はねどちらかというと多分昔の方々練習よりも寮生活とかそういう方が厳しいんじゃないですか。どんな風に厳しかったんですか。言えないです。言えないぐらい。言えないぐらい厳しいです。いやでも本当にでもそういう意味ではどうすかね。愛工大名電って寮ですか。僕は寮でしたよ。練習より寮生活の方がきつい、ね、うん、そうですね。はい、なかなかね寝る時間もね。そうですね、はい、みんなが 寝ないと、上の方が寝ないと寝れないとかですね。そういう上下関係も、まあ、まあそういうのもあったりとかですね、うん、1年生の時に布団で寝たって記憶ほとんどないですもんね、はい、座って寝てるんですこうやって。それはもう寝落ちちゃうってことですか。もうそう待ってるうちに。待ってるっていうか、うん、そうですね、もう寝落ちです、はい、うん、それを深く掘り下げる番組。そう、すいません、だんだん趣旨が違ってきて、それになるとちょっと違うテーマの番組、違うテーマにした方がいい。